まずは軽く勝利を収めたいところ。ここで再起機です。おーっと、このポケモンではまずかったが、支配下に少々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでマタドラスの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、刺激で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでコンパンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。あーっと、あっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。2人目の相手です。このバトルを冷静な判断で勝利を確実にしたい。ここで再起機です。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。あーっと、早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでキンジラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。ここで10番ボルトだ。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでウチマンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。狙い的中。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。3人目の相手です。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。おっと、分身を作り出した。おっと、分身を作り出した。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10番ボルトだ。ここで分身の体力が尽きた。さあ、今度は、おっと、分身が消えてしまいました。さあ、熱いバトルが展開されております。激しい攻撃、大きなダメージ。さあ、これは
よし当たった。さあ熱戦が続いております。いったー、よし、アンドダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでスリープの登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。両者とも睨み合ったまま動きません。トレーナーの指示がありません。おっと群衆を作り出した。おっとモノマネをしました。両者とも大健闘です。戦う構えに入って、おっと張り切っています。さあここで、おっと分身が攻撃を受けました。さあ激しいバトルです。勢いのある攻撃、急所にヒット。おっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでバリアードの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃、鋭い当たり。おっとモノマネをしました。白熱したバトルが続いております。ここで破壊光線、つい一撃。おっとダウンだ。ここで試合終了。ジムのジムリーダー京都のバトルです。今日は毒ポケモンの使い手、毒を食らってしまわないように気をつけたいところ。戦う構えに入って、さあ出始め。おっとこのポケモンではマッチだったか。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。両者とも大健闘です。ここで特殊能力をアップです。おっと麻痺して動けません。さあ熱戦が続いております。ここで最後期です。決め十分。おっと一発の攻撃でダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでモルフォンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。おっと眠りもない。おっと効かない。これはどうだ。おっとポケモンの選択を誤ったか。
と一撃で倒れてしまった。残りのポケモンの数に差がついております。ここで緑色の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこの場面で逆転をついた。激しい攻撃、狙い的中。あーっと、あっちが倒れてしまった。ここでステージクリアー。